はい、ですね、次は全然違う感じなんですけど、どっちかっていうと詩っていうかコントみたいな感じです。名コンビです。私はましてでと、自分はコンビ、拙者はリガとゴイマ、人のこと言えませんけど変わったお名前ですわね。もしかするとあなたも。失礼とは存じますが、皆様も余り者でございますか。余り者と言いますか、置いていかれたとでも申しましょうか。実は必要とされていなかったということでございましょうか。やはり時代も変わりましたからね。昔では考えられないことでしたけれども、我々が切り離されるなどということは、今じゃ相方ばかりが目立っておりまして、自分なんかもう日陰者ですよ。他にも我々と同じような余り者が巷にあふれているそうで、私明けおめ、あれはちわ、おりゃあざーす。なんか身軽でいいよね。パッと表に出れるっていうか、サクサク打てるみたいな。でもましてデートはどうしてるかななんて。ああいたねコンニ。つーか今どきリガとゴミマと組むなんて重くね。ゴーンゴーンゴーン、あ、女優の鐘、もうすぐ私の出番じゃん。明けおめ。やば、相手羽織袴着てるし、やだ恥ずかしい。ましてでと、どこにいるのかな。こんなこともあるかと思いまして。何そこにいたの。それより早くご挨拶を。明けましておめでとう。ガチャ、お、こんなとこで会うとは。じゃあ、しくじったな、お母さんも一緒かい。コンニのやつどこ行っちゃったんだよ。置いていったのはあなたの方ですが、なんだ、いるなら初めから出てこいよ。とにかく一緒にもう一回こんにちは。ガサガサスー、ラッキー、なんかもらっちゃったよ。あざーす。あっちゃー、この人通じてないわ。マジわかんない人なんて今どきいるんだ。ありがとう今が懐かしいわ。お忘れではなかったのでございますね。出た、相変わらず堅苦しいな。我々が揃って出てこそ心が伝わるのでございますよ。さあ、ありがとうございます。よっ、名コンビ、ありがとうございました。ありがとうございます。